現在シューモンとのだいぶ構想でですね、神道学会の方揺れてるようですけれども、あのこれはあのあくまでもあの一つの前進のためのもう一歩深くあの高い次元に行くための一つの現象といいますか段階です。あの主務のだいぶ決意固いようで脱会される方も出てるようですが、あそうでしょうか、返すことないっていうふうにも聞いてますけども、いいじゃないですか、自由で、新規は自由ですから、で一番いい方法で個人が納得し個人が幸福になればいいんじゃないでしょうか。本来仏法は三代会長のね11月の発言がこう発端というふうにねされているようですけど、あそれはちょっとまたあの違うんですが、本当はそういう理由付けはされてるかもしれませんけれども、あのそうではないと思います。宗門批判の意図はなかったと。あの仏法は本来どういう意見も言い合っていいんですから、しかし神道は神道の道がありますし、またあの僧侶は僧侶の道がありますし、で話し合いは人間の世界ですから必要でしょう、うん、どっちが上で敬意を持ってで、ね、こうしろ、そういうことはし合うべきではないと、時代はそういう時代であると私は思います。だいぶ厳しい対立です。いや別に全然もう一歩前進、日本前進のためにはね、いろんなことがあっていいんでしょうか。民主主義の時代ですから、どんな時代だと民主主義は民主、人間が根本ですから、特に創価教というような形で独立するお考えは全く、はい、すいません、時間がありますので、はい、また出ちゃう、お元気で。